福島敦子さんの作品です。陶器でこのような複雑な人体を作るのは大変に難しいと思います。その人体の本当に力のあるボリュームのある形が素晴らしい形ができた表現が素晴らしいと思います。人体の形の素晴らしさと陶器の持つ風合いが非常に芸術的な感性を醸し、楽しくもあり素晴らしい作品として感じられます。